チャトレット純チャンネルですけれども、はい、今日はですね、スペシャルゲストをお招きしております。みのさん。みのと申します。よろしくお願いします。はい、実は、今までですね、みのさんの方のチャンネル、チャンネルでいいんですか？はい、YouTube されてるんですよね。いや、結局、はい、うちはですね、ただスマホで撮ってるだけで、こんな立派なこうオフィスも、僕の8000円の部屋でいつも撮ってるっていう。8000円の部屋？8000円の6畳一間というのが、はい、銭湯で知り合ったおじ様が、はい、下宿部屋を貸してくださいました。はい、非常に貧乏くさいチャンネルなんで、8000円なんですよ。はい、そんなものでやってるんですが、はい、そのみのさんのチャンネルに出させていただいて、もう結構たくさんお話を、ちょっと話しすぎちゃったかなというぐらい、ね、お話をしたんですけど、はい、今日本当初対面に近いというか、お話ししたのは初めてだったんですけれども、うん、非常に楽しくお話をさせていただきました。今日はみのさんと、お話をして、そしてまさにみのさんの肩書きというか、はい、肩書きなんですけど、はい、ちょっと僕渋滞してまして、僕もなんでこれちょっと難しいというか、いつも毎回返答に困る質問なんですが、はい、まあ YouTuber だと思ってもらえれば僕は嬉しく思います。はい、その基盤には音楽がもちろんある。そうですね、音楽やってまして、あと YouTube と、うん、あるいは、まあ、ラジオとかもやらせていただいたりとか。ちなみに YouTube の登録数とかはどのぐらい、はい、今はいくらだろう、35万人ぐらい。35万人。どんどん入れたから、あれ何万と、私のは1万で、えらい高額なんですけど、35万ですね、素晴らしい。そのみのさん、まあ、そのみのさんのチャンネルでお話しさせていただいたのは、まあ、僕がこう歌謡曲というものを、はい、まあ、レクチャーしたというと偉そうなんですけれども、このいろいろ教えていただきまして、はい、歌謡曲の、まあ、なんていうんだろう、海外に受ける歌謡曲というのを最終的にちょっとお話しさせていただいたというのがありまして、うん、はい、で、みのさんは洋楽に、はい、まあ、見た通りこうハーフで、他の、ね、沖正也さんに似てるなと思ってしまったんですけれども。YouTuber 界の沖正也さん、沖正也さんでもご存知なかったっ、ちょっと知らなかったんですけども、1990年生まれ、はい、平成生まれなので、はい、まあ親父ねはんでますだけでも何のことかわかんない、日陰だのも知らないという世代の中なんですけども、はい、すいません知らないですが、でも美濃さんはそのどちらかといえば邦楽洋楽どっちが詳しいというかお好きだかっていうと、どっちになるんですか？ちょっとあんまりそういう意識で聞いてないかもしれない。両方等しく好き、分けるわけではなくて、はい、じゃあそのもちろん言葉も英語も分かるし日本語も分かるという観点で、どっちの言葉も入ってくるという意味でも別に分け隔てなく。そうですね、はい、あんまり分けては考えてないです、うん、その中でなんですけれども、僕が全く洋楽に詳しくない、はい、というのがありまして、はい、本当に全くというぐらい、うん、なので歌謡曲好きな僕がこういう洋楽を聴いたらいいんじゃないかというのを、はい、うん、結構無茶ぶり的な感じではあるんですけれども、ちょっと今なんかいろいろ思いを巡らせていただいて、はい、どんなアーティストが浮かぶかというのを、はい、ちなみになんですけど、その洋楽詳しくないっていうのはどのぐらいの程度なんですかね？例えばこのグループサウンズが好きというのがあるので、はい、GS が結構そのカバーをしてるストーンズとか、そうですよね、はい、キンクスとか、うん、そのあたりまではかろうじてそれも詳しくはないんですけど、はい、そのぐらいの1960年代の洋楽まではちょっとわかるぐらい。ビートルズとか。ビートルズ、
そうですね、その前のロカビリーの人もほとんどカバーポップスなので、はい、そういう方がカバーしてた可愛いベイビーとか、そういうの、はい、それが洋楽だな、洋楽なんだっていう認識ぐらいはあると、うんうんうん、ただそれが誰それのカバーだとか即座に言えるぐらいは言えなくて。なるほど。洋楽でじゃあ好きなアーティストとかもいない？そうですね、好きなアーティストもいないかなあんまり聞いたことないですけどね、その音楽めちゃめちゃそんな好きでお詳しい方で洋楽好きなアーティストいないっていう。ああ、本当に結構やっぱ歌謡曲好きな方も実は最初洋楽から入ってる方がかなり多くて、うん、GS 好きの方もそうなんですけど、はい、それこそムードコーラスっていう、まあ、マヒナスターズのムードコーラス好きの方も実は洋楽から入ってる人多くて、うん、っていうのもあって、だから全くそういうところは語れないというのがありまして、はい、ただ楽曲で言うと例えばあのキンクスとか、はい、あの結構マイナーっぽいメロディーだったり、ああありますよね、でもね、サニーアフタヌーンとか、うんうんうん、あとまあゾンビーズ、あーシーズナットゼアとか、うん、あれがやっぱ結局カーナビーズがまあ好きさ好きさ好きさがあって、うん、結局 GS がその日本人好みするような洋楽をカバーして日本で大ヒットさせて、うん、っていう下地があると、あ、ゾンビーズというバンドがいるのかと、うんうん、いうことでちょっとゾンビーズを聴いてみようかなみたいな感じはあったんですけど、はい、あったんですが、そんなには、そんなにどこに行っていいかもよく分かんなくて、はい、洋楽売り場に行っても英語も、英語がほとんど僕分かんなくてあの Z に行けばいいのかなみたいなので、はい、でもそんなの英語がバーッとあったりして、はい、それだけでめまいがしてみたいな感じになってなんかもうアレルギーみたいな感じですかね。なんか洋楽が決して嫌いってわけではないんですけど、うん、流れているものとしてすごく、あ、なんか結構あのドトールとか行くとサイゼリアとかもそうなんですけど、はい、あ、これいいなっていうの結構あったりするんですけど、うん、特に60年代の音が好きなので、ああ、なるほど。あ、それはでもちょっと一個大きいヒントですね。あ、60年代で歌謡っぽい、その世代のグループはその結構一時やっぱ勉強しようとは思ったりして、はい、あのポップギアという映画、はい、あのアニマルズなんかも結構日本人の、うん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 、伊藤勲さんが歌ってたりっていう、まあ、スパイダースも結構アニマルズカバーしてた、はい、そっか、その辺か。ちょっとでもあれですよね、だからギターの音色っていうか旋律もなんかあの夜な抜き音階っぽい、はい、あ、ね、あのそうですね、ペンタトニックの響きが当時って強いんで、そう、60年代までがそうなんですけど、はい、ホリーズとかは好きですか？ホリーズもあのバスストップとか、はい、結構その臭めのっていうとあれですけど、そうですね、ホリーズもあのちょっとタイトルとか曲とかもそんなに一致しないような感じなんですけど、はい、でもその映像はすごい、そういえば集めたというか、うん、買った時もあって、はい、海外の番組の輸入ビデオみたいのを買ったりして、はい、それでそのキンクスとか、うんうんうん、マンフレットマン、マンフレットマン、はい、でプリティフラミンゴとか、うんうんうん、あ、すごいかっこいいなって思って、うん、その辺はじゃあでももうすでにあの結構お聞きになってるっていうことですかね。そうですね、洋楽今でも自分がこうマーグレットマンとか、はい、こう言ってる自分すごいかっこいいなそういうのにすごいちょっと憧れちゃうみたいな。60年前のバンドですけどでもすごいこう両方詳しい方ってこのイントロって、はい、あれだよねみたいな、うん、あれかっこいいなっていうのちょっとあってそれはでもね、その、うん、歌謡の分野だったら多分他の追随を許さないぐらいですもんね。その実はかなりあるんですよね、その堤恭平さんのイントロ聞いたら、はい、これは何々のリフをパクってるよね、うんうん、あ、その元ネタをっていう、うん、
そうですね。まあ、それを言いたいだけのためなわけではないんですけども、なんか、はい、いい音楽をもっと知りたいなっていう意味では、はい、洋楽こそに実はそのもっともちろんこう良質な上質な世界を持っているのに、まあ、良質っていうとちょっと分かんないですけど、まあ、タブレットさん的なそのフロンティアというか、あ、そういうのフロンティア、いい言葉ですね。あるかもしれないです。フロンティアって訳するとどういう感じになるんですか。なんだろう、なんかでもなんとなく分かるんだけど、未踏の地みたいな感じですかね。ああ、フロンティア、最前線、最前線か、はい、はい、そうですね、そういうものとしてちょっとなんか入り口を、はい、ジャズはジャズボーカルみたいなのをお聞きになりますか。例えばフランク・シナトラとか。フランク長いなのがすごい聞くんですけど、でもフランク長いさんもフランク・シナトラから多分来ていて、はい、そんな感じはしますよね、なんて、あの、まあ、いわゆるだからその都会調の、まあ、歌謡の直接的なルーツだと思うんですよ。ああいうジャズボーカルで、まあ、クルーナーボイスで。クルーナーボイス、はい、あ、それもいい言葉ですね。そういうクルーナーボイスっていうのは、はい、そのあれ、これもどういう声のことを言う感じ。あの、まあ、でもそれこそあのランク永井さんとかもそうだと思うんですけど、うん、なんかマイクの技術史においてこう声張らなくてもささやくようなのを録音できるようになるっていう転換があったんですよね。でそれまでの戦前の音楽とかって結構みんな張り上げるような歌い方じゃないですか。うそうです、日本人もそうなんですけど、うんうん、民謡から来てるような歌詞の人が多くて、うんうん、それが変わったのが歌謡曲でいうとフランクさんとか裕次郎さんが出てきて、うんうん、裕次郎さんはのジャズの、ビリー・ホリデーさんだったか、うんうんうん、誰かに勧められて、はい、その方を聴いて、はい、そこからボーカルがすごい変わったと、うんうんうん、いうふうに言われてるそうなんですけど、はい、もうそれでちょっとお借りしたこともあったので、はい、すごいやっぱいいんですよね、うんうんうん、ただ何がいいとかいうことはちょっと分かんなかったんですけれども、はい、こう聞き心地が非常にいいというか、はい、そういう意味で洋楽をもっと勉強、うん、僕も一応シンガーなので、はい、そこを通らなかったというのは非常にマイナスだったなと思うんですよね。洋楽が入ったから、何を聞かなかったからいいとかっていうのは別にないとは思うんですけども、個人的な考えでは、うん、なんかでもその、まあ、ムード歌謡、ムードコーラスのこのまあ原点的な、まあ、ルーツ的なところでいう、そういう向こうのジャズボーカルを聴いてみるっていうのは一個手かもしれないですね。ジャズボーカル、そうですね、今一番入りたいとこはひょっとしたらバンドを別にこう極めようとしてるとかいうこともないので、うん、はい、まあ、ボーカルでもっともし上手くなれたらみたいなのはやっぱあって、うん、その観点からそのクルーナーはい、な感じで、クルーナーな感じで、うん、やっぱフランク・シナトラとかはベタに、あ、アンディ・ウィリアムズとかは、はい、あの方はクルーナーに入る、クルーナーに入るというちょっと厳密な線引きはちょっと分かんないですけど、うん、まあとりあえず低くていい声だったらクルーナーですよね。あの、僕があの割とジャズをジャズボーカルとかジャズ歌うといいんじゃないかって結構マヒナからも言われていて、はい、やっぱ歌ったらこうかっこいいというか、シックスティーンタウンズって、はい、やさのさ、やこれ日本語か、日本語でしたね、はい、いやでも低音が気持ちいい、はい、あのフランク・ナカイさんがカバーしてるので、うん、これはプラターズとかが、はい、もっとなんか洋楽ってカバーしますよね、いろんな、そうですね、確かに、うんうん、これがちょっと日本とまた違う文化というか、うん、カバーでまたヒットさせて、はい、またヒットさせて、うん、楽曲自体がもっとこう普及の感じになるというか、うん、っていうのもあると思うんですけど、はい、
僕の低音、一応低音で、うん、何かこれに挑戦したらいいんじゃないかみたいな。はい、そうですね、なんかお話伺ってる感じだと、まあそういうムードコーラス歌謡がお好きなんだけど、一方で GS とかからの入りで、うん、そのちょっとガレージ的な音も、まあ、ロック的なサウンドもお好きということなんで、例えばジョニー・キャッシュとかどうですか？あ、これちょっと聞いたことはなんとなくあるので、あ、ジョニー・キャッシュ今聞いてんだよね、ちょっとかっこいい。ジョニー・キャッシュぜひ明日からいい。ジョニー・キャッシュみんなに言って回ってください。これいつぐらいのか。